ちょっとうちのチャンネルちょっと回していいですか。今あ、ぜひぜひ。はい、いや実はね、以前に僕令和の虎で、リベンジ版でキングが出たじゃないですか、はい、でその、まあ、終わって配信される日の前にうちの YouTube カメラ別で、うん、テレビ CM 撮影してて、でちょっと空きの時間あったん でうちのカメラマンと、うん、今日キング界放送で何万回行くかなみたいなことを言っとって、うん、そうやったらせっかくやったらキング界の感想会、うん、撮りましょうよみたいな感じで、ほんまにテロップもなくてその日撮ったやつをそのままパッて上げた単純な動画が今日現在27万ぐらい再生されてて、何日間で、いや、まだだってキングさん出てから1ヶ月分経ってないでしょ。経ってないですね、うん、すごっ。で、まあ、まだ伸びてるんですよ。でうちのチャンネルはそのフォロワーというか属性で考えたら、まあ、1再生 0.4 円とかで計算しても、うん、27万回でうちのやつが広告もつけたんですよ、うん、だから10万ぐらいキングで儲かってるのが、うん、僕の中で許せなくて、うん、なんかキングでこう活用して、うん、悪い大人たち、例えば茂木さんとかがうちのチャンネルのコメントとかいいね数で出れるかとか決めるとか、だからそういう悪いやつの一人になっちゃうのが嫌やから、まあいつかキングに会ったら今度稼いだお金は叩き返したろうと思ったんですよ。でまあざっと計算したらまず10万円はあるんで、今日ねせっかくわざわざ来てもらってるし、10万円やろうかなと思うんですけど、いります？欲しいですか？めっちゃいいよ。いやもうガチで用意してきたんですよ、だから。はい、え、現金で。はい、嘘でしょ、はい、金で解決。イーロンマスク、何話のイーロンマスクや僕で稼ぎたくはない。そうなんですよ、だから優しくないですよ。むかつくから。そうそう、だからね、コメント欄でキングのこと嫌いって言ってるくせにキングのことでお金稼いでる谷本さんどうこうっていうコメントもあったんですよ。だからそのコメント書いた方見てください、僕ちゃんとキングで稼ぎたくな いやらしい。だからこそ10万円キングに返す。はい、それで僕はキングで稼いだ男じゃない。だから、はい、稼いでないことを証明するために今なんか足臭いなお前この雑誌臭いよ雑誌切り向きじゃないな。いやしまえんじゃないですよ。えっ、しまえんは特別な、今日はワイン結構好きでしょ。あ、そうですね、ワイン好きです。ワインを用意してるんで。すごっ、なんかお祝いに来てお金をもらうってすごい。いやいや、だから来ると思ってなかったんですマジで。だから川原さんが、まあ、そうですよね、カメラで、で川原さんとグループライン組んでくれたんです。そうですよね。でもキングは絶対約束破るやつ、ね、守らないから、ノリで来る。そうそう、来ないものと思ってくださいってライン来てたし、どうせ来んやろと思ったらさっき言った通り来てたじゃないですか。いやだから僕の中では意外で、はい、よかったね。もう僕で金稼ぎはしないという意味を込めてこう叩きつける。そうです、そうです。叩きつけるとお金を粗末にすんなって絶対次言われるから、そっと渡しましたけど、本場はキングに使いやすいように500円玉に両替したと思ってて、ダーンってお前500円が使いやすいやろってやると思ったけど、これもなんか500円に謝れとかコメントあったら嫌やから、はい、シンプルにやりましたけど。男らしい、すごく男らしい、めっちゃ男っぽくない？あ、チャーミーいいね。